オースティアの覚え方、オースティアで厳しいとか厳格なとか不毛のとか転じまして飾り気のないとかこういう風に使ってます。 With other residents and generally favors more austere meals, although he has confessed a weakness for pizza and regrets that he can no longer casually enjoy a slice in a pizzeria. Sober and austere compared with the painting, which once again, rather like the vision of Ezekiel, which we saw. Position of Memento 5 is austere. An austere hero of mine who died far too young in 1950. Trees in Greenland, so it's a kind of sparse, austere, very beautiful world. And you go through places where the ice sheet... In the world, the journal Nature, with a very austere, very conservative editorial board, weighed in quite, you know, definitively. And... Two other things that happened. One is we had fiscal policy in a little bit of premature austerity fever turned too austere too quickly. NCDs are the perfect agenda for austere times. In that many of the interventions... £9 billion. That is not bad in these austere times. History, purpose, and ideological underpinnings. He wrote, this austere box is the essential architecture for essentialist painting and sculpture. I remember once showing my CV to my very austere Scottish professor who had actually been to this university, John McClure Brown. これはね、SVL レベル11ですし、このパスタンのバッタモンみたいなね、デルジュンで最短広角短熟語 EX には載ってますから。で、おまけに過去にもですね、98、2001、2004、2005、2010、2014と、もうバンバンに出まくってますから、まあ、これは外すのはまずいでしょうね。まあ、一応語源言っときますと、もともと乾かすとか乾燥したとかそういう意味らしくて、でほら乾燥したような厳しい気候みたいな意味なんだって。でそういう乾燥した風っていうのは南から吹くので、アウストラロピテクスとかさ、オーストラリアみたいなアウストラと関係があるんじゃないかっつって。まあ確かに北風はね寒い風だろうけど、南から吹くのは逆に乾燥した風でしょうねみたいな。まあそういうのはね、乾いた気候っていうのは厳しいですから、だからこういう厳しい方ですねみたいなっていうのは、そういう厳しい気候の、そういう厳しい気候のような方ですねあなたはみたいな、そういうことでしょ。でそういう厳しいカラッカラの気候みたいな厳しさはさ、転じたら不毛のだしさ、まあそういうところで暮らしてたら自然と飾り気のない感じになるでしょ。そういうところで暮らしてたら質素な感じになるでしょみたいな。おばかたか。オーストラリアCOVIDメジャーズはオースティア。オーストラリアのコロナ対策は厳格だ。まあ、そうでしょうね。日本じゃロックダウンなんかできないからね。オーストラリアCOVIDメジャーズはオースティア。オーストラリアCOVIDメジャーズはオースティア。オーストラリアCOVIDメジャーズはオースティア。Australia COVID measures are austere. Australia COVID measures are austere. Australia COVID measures are austere. もうシドニーなんてロックダウンが9月末まで延長発表だって。だってこのロックダウンって本当に外出したら怒られるみたいな、そういうことでしょ？午後9時から翌日午前5時までの夜間外出禁止。わあ、行動制限措置もう強化するだって。8月23日に発表したやつだから、もうかなりホットなニュースですよこれは。じゃあまあね、 SVL レベル11ですけど、もう例文探す方がめんどくさいですけど、もうこんな安い単語はね、もう例文探す方がもうめんどくさいですよ。こんなもんテンション上がんないもん、こっちも。ダメだよそんなこと言っちゃ、少しぐらいはやってあげないと。幻覚だの方を紹介したんだから、質素なっていう意味で使ってる方を紹介すれば。まあそうだね、佐藤ちゃん。また直撮りで足しますか。ね。みんな大好き、デイリービーストから。ね。じゃあ、佐藤ちゃん。この例文で使われてるオースティアは幻覚なの方かな、それとも質素な方かな、どっちだろう、答えてみて。Don't skimp on the wedding!Don't skip on the wedding! Don't skip on the wedding! ってどういう意味だバカ野郎、この野郎め。
ど頭からお前パスタにも究極の単語にも出てこねえような単語が来てんじゃねえかバカ野郎この野郎誰だよ英検1級買ったらいろんな英文が読めるっつったのよこの野郎お前早速辞書引くことになったじゃねえかバカ野郎お前この野郎お前なんでオスティアなんていうレベル SVL レベル11の安い単語を覚えるためにお前わけわかんないスキンプっていう単語が出てくんだこの野郎お前調べんのめんどくせえだろこの野郎お前この野郎スキンプで金銭などをケチケチ与えるケチケチする知ってるわけねえだろバカ野郎この野郎お前1万7000レベルだぞこの野郎こいじゃあこれはなんだ結婚ケチケチすんなってことじゃあロイヤルさんダプレッシャーとハバンホースティアウェディング in the teeth of a recessionインザティースオブってどういう意味だこの野郎お前バカ野郎お前お前スキンプわかんねえなと思ったらもう一瞬でわけわかんねえ単語がまた出てきたぞこの野郎お前インザティースオブで何々にもかかわらず何々に逆らってじゃあどっちだどっちだっていうか裏声出すのちょっとめんどくさくなってきたぞということでねThe royals are under pressure to have an austere wedding in the teeth of recession. あー不景気にもかかわらず質素な結婚をすることにプレッシャーを感じています厳格な結婚式をすることにプレッシャーを感じていますでも Don't skimp on the wedding だから、結婚式にケチケチすんなだからこれどっちだ Google 翻訳信じる不況の中でも厳格な結婚式をしてくださいみたいなそういうことかねでもまあ多分こっちだろうね不況だろうがなんだろうが今まで通りやるんだみたいなそういうことでしょ多分だからお前結婚式はケチケチすんなっていうことでしょねでもしこれをよ本当かなって思ったらこんなアホほど英文読まなきゃいけないわけよこんなアホほど英文読むのよ。ね。英検1級の長文満点取りましたとか、マウントしてる場合じゃないでしょ。むしろ日常的にこんな大量の英文を読まなきゃいけないんだから、逆にあんな英検の英文ごとき満点取んなきゃダメでしょ、逆にね。だから、英文満点取るまで課金しろと。満点を取るまで、1万3000円を英検協会に課金し続けろということだろうね。まあ一応質素なの方も探してみますとですね、まあでもほとんど厳格なっていう意味でしか使われてないような気がしたけど、これなら質素なの方でしょうっていうのがこの2つで、more austere than the showy とかね、than the showy って書いてあるから austere の方は多分質素なでしょ。この下は more austere and minimalist version of lost in translation って書いてあるから、まあ、これも多分ミニマリストって書いてあるからこっちも質素なって感じじゃないの、多分ね Australia COVID measures are austere Australia COVID measures are austere Australia COVID measures are austere 概要欄のリンクから例文をチェックしよう ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ再生リストから復習もしてね